い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、イオンオリジナルメディア対抗ロードスター4時間耐久レースティーポデイトナロードスターを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはイオンオリジナルのメディア対抗ロードスター4時間耐久レースティーポデイトナロードスターです。今回もタイトル長いね。でボディカラーの方はホワイトがベースになってて、薄いグリーンと濃いグリーンがラインで入ってるね。で正面から見るとこんな感じだね。マツダのロゴがプリントされてて、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。でボンネットのところにはティーポデイトナってプリントされてます。でゼッケンナンバーは27番のプリントもあるね。ここに小さくマツダのロゴも入ってます。で側面を見るとこんな感じだね。ここにも同じくティーポデイトナ27番のゼッケンナンバーになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。マツダのロゴとかロードスターってプリントがあります。でテールランプはレッドの塗装だね。で運転席側を見るとこんな感じだね。反対側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。ロードスターなのでソフトトップだね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でギミックはソフトトップの脱着だね。内装はこんな感じになってます。で裏の方はマツダロードスターナンバー26番の2015年の写真になってます。で今回のこのモデルは全体的にボディデザインはおとなしめだね。トイザラスオリジナルと比べてみようかな。こんな感じだね。こちら側がカートップロードスターだね。でこちらがティーポデイトナロードスターです。でどちらもメディア対抗ロードスター4時間耐久レースのデザインだね。でこうやって比べてみると、前回のこのカートップロードスターはすごく派手なカラーリングだったね。でもこのグリーンのラインがすごく綺麗です。箱の方は正面のパッケージにティーポデイトナロードスターのイラストはね。でここにイオンオリジナルのロゴがプリントされてます。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はイオンオリジナルメディア対抗ロードスター4時間耐久レースティーポデイトナロードスターを紹介しました。でどちらのモデルもメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの実車になるね。でちなみにこのティーポデイトナロードスターは4時間耐久レースの2013年に優勝した車両だそうです。でこんな感じにメディア対抗ロードスター4時間耐久レースの車両がどんどんトミカになっていくと楽しいね。またこれからもチェックしていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。